第6節保健庁事項と招集かし保健庁事項は十二の優しい動作から構成されていますそれぞれの動きには老化の予防と健康の維持増進や長寿のための要点が簡潔に整理されて収められておりがんの治療と予防の効果も期待されます全体の流れとしてはまず全身をリラックスさせて 末梢の血液循環を良くし気を全身に巡らせて腎臓の気の不足を補い脊柱を伸ばして姿勢を整え人脈と特脈の気の循環を促して小終点へと導いていきますこれらは中国医学で示される長寿の秘訣と深く関わるものであり現代医学の老化予防の理論に基づくものでもありますこの工法では呼吸法は 特に指示がない場合、自然呼吸で行います。舌先は、上歯茎、上顎の歯の付け根につけます。動作に従って、吸気、呼気の指示がある場合、吸気の時は、舌先を上歯茎につけて鼻で吸いますが、呼気は、舌先を離してまっすぐにして口から吐きます。消臭たかし。消臭点とは、 体の前面の胸腹部の真ん中を走る人脈と体の後ろ面の背中の真ん中を走る督脈がつながって気が巡るようになった状態を呼びます。周高隆というのは死後線に沿って天の気が巡ることで宇宙の運行に対応して気が身体をめぐるのでこのように呼ばれます。人脈と督脈は全身の気の流れを統括しています。生まれたばかり 赤ん坊は人脈と特脈がつながっていて気が循環していますが新生時期を過ぎるとそれが途切れてしまいその気の流れの調和が崩れた時に病気になると考えられています。消臭点は人脈と特脈を再びつなぎこの感情の気の流れを円滑にすることを目的として行われるもので個々の感覚や練り口の深さによってさまざまな段階があります。 なお手足の経絡まで含めて全身の気の流れを通す方法を大衆点と呼びこれはさらに高度な技術と長期の鍛錬を必要とします。小衆点を通すことによって気の流れを活発にし全身のバランスを整え心身を健やかにして老化を予防し病気に対しては自然治癒力を増して回復力を強めまた 環境への適応能力を高めるなどその効果は広くがんの予防や治療にも効果があります保健庁事項は動きが優しく気候を始めたばかりの方や年配の方女性にも向いていますが一つ一つの動作には水準の高い気候の要点がたくさん含まれています動作説明足を平行にして肩幅に開き 100回と回影の位置が直線でつながるようまっすぐに立ち膝を少し曲げわずかに腰を落とします舌先を上歯茎につけ肩の力を抜いて全身をリラックスさせ静かに動作に入ります目は軽く閉じますが慣れない時は薄目を開けて半眼にしても構いません以下に示してある回数はあくまで目安ですから減らしても増やしても構いません